こんにちは、塩さんでございます。今日のテーマは、テイクアウトは一つの事業を作る覚悟で始めるです。この一つの事業を作る覚悟で始める。皆さん、どんな覚悟でこのテイクアウト、デリバリーの事業を始めようとしていますか？このテイクアウトを一つの事業として始める、この気持ちがあるかどうかで、実はこのテイクアウト事業が成功するかどうかというのはもう9割以上実は決まってるんです。で、これは一番最初の講座でお話をさせていただいたついでの気持ちで始めないというところとも同じ考え方でもあります。このテイクアウトを一つの事業として捉えていくというところにはどんな意味があるのでしょうか。ここには実はテイクアウトとそれと店内でこれまでやっていたことというのは全く別物であるというところが一つあります。ではなんで別物なのでしょうか。それはやはりお客様が違うからです。店内で食事をされる方、そしてテイクアウトで持ち帰って食べる方というのは同じお客様でしょうか。違いますね。満たしたい欲求も違ってくるということは、全く違うお客様像を実はターゲットとしてしっかり定めた上でこのテイクアウトという事業を始めていかないと、やはり違ったもの、お客様が求めていないものを提供して、お客様が求めていない情報をお客様が求めていない場所で届けてしまうということになってしまい、結局始めたのにうまくいかないというところで終わってしまう可能性が高いんですね。なので店内で行っているこの今までの事業というのは、今までのこのお客様を大切に伸ばしていくというところで進めていただきながら、このテイクアウトというところについては、また新しいお客様をしっかりと描いて、そしてその新しいお客様が何を満たしたいと思ってこのテイクアウトというところの商品を買いに来てくれるのか、そのことをイメージをして、じゃあそのためにどんな商品をどのような形で、そしてどのような時間帯、どのようなシステムで行っていけばいいのかということをみんなで話し合って、そしてスタートしていくということが大切になってきます。で、そうすることによってこのテイクアウトというこの一つの取り組みが一つの事業として成り立っていくというところにつながっていきます。皆さん、この後想像してみてください。もしこの新型コロナウイルスのこの今の苦境を抜け出た時に、このテイクアウトの事業が実は大人気になっているという状態になっていたらどうでしょう。この新型コロナウイルスの苦境を抜け出した時にも、実はそのテイクアウトというのはお客様から求められる事業になっていると思うんですね。そうすると、今までは店内だけでしかなかった一つの事業が、実は同じ場所でもう一つの事業を行えるというところの可能性につながっていく。そうすることで、実はこの今の苦境を抜け出した時に二つの収益の柱が生まれてくるという、このチャンスにつながる可能性もあるんですね。なので、この今新しく行おうとしているテイクアウトの事業については、ぜひこの一つの事業を新しく作っていくんだという気持ちで、ぜひお客様は誰か、そしてそのお客様が求めていることは何か、それを満たすためにどんな事業にしていったらいいのか、そこからみんなで話し合って考えて決めて、そして取り組んでみてはいかがでしょうか。今日お伝えした大事なテーマ、とにかく一つの事業としてテイクアウトがスタートしていく、この視点を持って今日一度持ち帰って皆さんと話し合い始めてみてはいかがでしょうか。今日は以上です。ありがとうございました。この今日のですね、この内容というところのまとめについては、コメント欄の
ところにもまとめて書いておりますので、ぜひコメント欄もこの後ご覧ください。はい、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。これからこのテイクアウトどうやって進めていくのかというところの講座をさせていただきます。皆さんの中でもどうしたらいいのかわからないことたくさんあると思います。で、こういう時ってどうしたらいいの、こんな時どうしようっていうところがありましたら、どんどんこのコメント欄のところにご質問を入れていただければ、そこに対しての答えというところを今後ブログの動画の中で入れさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それと最後に一つ案内があります。現在私も飲食店を応援するために飲食店応援ブログを毎日更新しております。こちらのブログもぜひご覧いただいて、何か皆さんのお店でできることまだないかなというところのヒントにつながっていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。